ウィリアム・ヘインズはアメリカ合衆国の俳優、インテリアデザイナーである。ウィリアムの愛称であるビリーを使用して、ビリー・ヘインズと表記される場合がある。また、後にパートナーとなるジェームズ・シールズも同じ理由で、ジミー・シールズと表記される場合がある。1922年に、ヘインズはタレントスカウトに見出されて、後に統合されて MGM となる。 ゴールドウィンピクチャーズと契約を結んだ。そしてコロンビアピクチャーズに貸し出され、そこで出演した1924年の深夜の特急で評判になった。しかし、ワイズクラッキングのイメージをスクリーンに定着させたのは、MGM に戻って出演した1926年、大学のブラウンでトム・ブラウンの役を演じてからであった。1920年代のヘインズは、 出演した映画が成功した俳優として、興行収入の上位リストに顔を出していた。同性愛者であることを否定するように、という指示を拒否して、1935年に俳優としてのキャリアを得た。その後、ハリウッドの友人たちの支援と、パートナーであるジミー・シールズの協力を得て、インテリアデザインのビジネスを成功させた。ヘインズは、 1973年12月に73歳で、肺がんで亡くなった。ヘインズは1900年1月2日に、バージニア州のストーントンで、はま製造業のジョージアダム・ヘインズとローラ・バージニア、9歳の3番目の子供として出生した。上には溶接した2人の子供たちがいて、下には、1902年生まれのリリアン、1907年生まれのアン。 1908年生まれのジョージ・ジュニアと1917年生まれのヘンリーがいる。ヘインズは8歳で聖歌隊員として歌ったことのあるストントンのトリニティ製公開協会で洗礼を受けた。幼い頃からステージや映画に魅了され地元のシアターで初期のサイレント映画を見ている少年であった。14歳の時に当時のボーイフレンドと共に家出をしてリッチモンドに到着したが、 そこを経由して、道徳的に評判の良くなかったホープウェルに移り住んだ。二人は、週休50ドルでデュポンの工場でニトロセルロースを製造する仕事をしていた。そして、収入を補うために、売春の圧戦としての役割もあったダンスホールをオープンした。両親はヘインズの失踪に狂ったようになって、警察の協力を得てホープウェルまで追ってきたものの、 ヘインズは彼らと一緒に帰ろうとはせず、ホープウェルに残って、最終的に実家のための金銭の援助をするようになった。ヘインズは1915年の大火災で、街のほとんどが消失するまでホープウェルに泊まっていたが、その後はニューヨークに引っ越していった。当時のボーイフレンドと一緒だったかは、不明である。葉巻製造業が経営破綻して、父が 精神的に追い詰められていたため、父と一家は1916年にリッチモンドに引っ越した。ヘインズは1917年にニューヨークからリッチモンドに戻って、父に代わって一家を経済的に支えた。父の健康が回復して、定職につく目処がついたため、ヘインズは1919 19年に再びニューヨークに出て、当時勢いのあったグリニッチビレッジのゲイコミュニティに、 自分の居場所を見出した。バラエティに富んだ仕事をこなして、モデルをする前には、一時的に、老婦人の経済援助を受ける暮らしをしていたことも、あった。ゴールドウィンピクチャーズのタレントスカウトをしていた、ビジュー・フェルナンデスは、ニューフェイセズ・オブ・1922のコンテストで、ヘインズを見出して、ヘインズとゴールドウィンピクチャーズのスタジオは、週休40ドルで、専属契約を交わした。 1922年3月にコンテストの優勝者エレノア・ボードマンと共にヘインズはハリウッドに到着した。キャリアはごくひっそりと始まって最初の大きな役は1923年のスリーワイズ・フールズのゴードン役であった。評判が良かったのでゴールドウィン・ピクチャーズは新しいスターとして扱い始めたがヘインズは小さなそれほど重要ではない役での出演を続けた。 1923年にカンバチューを飛ぶでフォックスフィルムに貸し出された後は今度はコロンビア映画に貸し出されて5本の映画に出演したそのうちの1本深夜の特急に出演したジャック役が絶賛されたためコロンビア映画はヘインズの遺跡を申し出たものの1924年に3社の統合により MGM となったスタジオはこれを拒否したので ヘインズはその後も MGM 作品への出演を続けた。ヘインズは1926年にジャック・ピック・フォードとメアリー・ブライアンと共に出演した大学のブラウンで最初の大きな成功を収めた。このブラウンの役で最後は謙虚になったものの、それまでは尊大な振る舞いをする若者を演じてヘインズのスクリーンイメージを固定化させることとなった。そしてそのイメージは その後数年間にわたって繰り返される、ヘインズ特有のレパートリーとなった。1926年にニューヨークに立ち寄った際に、ヘインズは路上で当時21歳だったジェームズ・シールズと出会い、声をかけて二人はカップルになった。ヘインズは自分が余分に働くことで、今後の二人の生活を保障して、シールズが LA に引っ越すことを納得させた。二人は、 一緒に暮らし始めて、周りからはパートナー同士とみなされた。1925年のメアリー・ピック・フォードと共演したアンニー・カワイアや、1928年のマリオン・デイビスと共演した活動役者で工業的に成功した。ヘインズは1928年から1932年にかけてボックスオフィスのトップ5に入っていた人気スターで、 1928年の一部トーキーである教頭バレンタインでの音声への対応にも成功した。ヘインズの声は強く太くて変なアクセントもなかったのでトーキーへの移行にうってつけの俳優とみなされていた。ヘインズの最初の全編トーキーへの出演となったエロチック艦隊は翌1929年に公開され、その後も 1930年の映画、世界のよたものをはじめとして、トーキーへの出演が続いた。1930年のザ・クイクリー・ポールは、ヘインズを国の興行収入のトップ俳優として位置づけた。1933年ヘインズは、LA のパーシング・スクエアで誘った船員と、YMCA 内で逮捕された。ヘインズの前世紀であった5年間は、MGM のようなスタジオに、 タブロイド紙のヘインズの記事が運ばれても、誰も何も気にしなかったが、MGM の首脳ルイビー・メイヤーはヘインズに最終提案をして、偽装結婚をするか、シールズとのパートナー関係を選ぶかを選択をさせた。ヘインズは、シールズとのパートナー関係の方を選び、最終的に二人は、ほぼ50年間一緒に暮らすこととなった。メイヤーはその後ヘインズを解雇し、契約を終了した。 ヘインズはポバティーロースタジオでいくつかのマイナー映画に出演した後俳優業から引退した。最後の映画出演は1934年のマスクド・ピクト・チャーズでのヤング・ビューティフルとザ・マリーンス・アーカミングであった。俳優業に戻ったことはなかったが映画に関わる仕事は引き続き受けていた。1950年のサンセット大通りでヘインズは 俳優として、亀尾出演のシーンを撮影したが、後日出演を辞退した。後に、映画から離れているので、映画の一部分になるのはとても楽しい気分にさせてくれます。なぜなら、友人たちがいて、スタジオの醜い面を見ずに、友人たちの素晴らしい面を見ることができるからですと、語っている。ヘインズとシールズは、インテリアデザイナーや、アンティークディーラーとしての別のキャリアも成功させた。 最初の顧客は友人たちで、ジョーン・クルフォード、クロリアス・ワンソン、キャロル・ロンバード、マリオン・デイビス、ジョージ・キューカーなどの人々に囲まれていた。ヘインズとシールズに対して、隣人の子供に対する虐待での告発は、根拠がなく証拠が欠如していたために、その告発は却下された。そして、1936年6月、白人至上主義の約100人の人々が当時、 マンハッタンビーチのエルポルトに暮らしていたヘインズとシールズの二人を引きずりで出して襲撃したため二人は人生にかなりのダメージを受けたこの事件は当時広く報道されていたがマンハッタンビーチの警察は二人に対する襲撃者たちの告訴を決して行わなかった二人は最終的にブレントウッドのハリウッドコミュニティに定住しヘインズが第二次世界大戦で アメリカ軍に仕えた短時間の中断を除いては1970年代初めに引退するまで事業は順調だった。ロナルド・レーガンがカリフォルニア州知事就任時には顧客にロナルド・レーガンとナンシー夫妻、そしてベッチィ・ブルーミングデールが含まれていた。またカリフォルニア州パームスプリングスの住宅の改装を行い、ヘインズと仕事上のパートナーのテッドグラバーは 近くのランチョミラージュのサニーランズにあるアルターとレオノーレのアネンバーグ不動産の住宅のインテリアをデザインした。ヘインズとシールズはヘインズが亡くなるまで一緒に暮らしていた。ジョーン・クルフォードは二人をハリウッドで最も幸せなカップルと表現した。ヘインズは1973年12月に73歳でカリフォルニア州サンタモニカで肺がんで亡くなった。 その数ヶ月後にシールズは睡眠薬のオーバードーズを行ってヘインズの後を追った。遺書には1926年から一緒にいたウィリアム・ヘインズを失った自分を慰めようと努力してくれた皆さんにさようならを言います。この後一人では何をするのも不可能です。自分はとても寂しいですと書かれていた。二人は サンタモニカのウッドローン墓地に並んで埋葬されている。映画産業への貢献に対して、ハリウッドブルバードのハリウッドウォークオブフェーム7012に、ウィリアム・ヘインズの名前が残されている。ウィリアム・ヘインズデザインは、ウェスト・ハリウッドに本社があり、ニューヨーク、デンバーそして、ダラスに、ショールームがある。ありがとうございます。